本始まりました桜井とあの猛烈トラベルということで、現在福島県会津若松駅に来ております。本日はここから只見線に乗っていきたいと思います。撮影日は東日本パス期間ということもあり、只見線は大混雑しておりました。その様子についてもご紹介していきますので、最後新潟駅までよろしくお願いいたします。列車は13時5分、定刻通り福島県会津若松駅を出発していきます。この先4時間57分の長い道のりが始まります。思いやられるわ。合図合図。いやマジあれ乗るか悩んだよ。あれ乗って郡山行くのは一つだもん。そうね、全面展望は全面展望で見たい人がいるから混むのよ。一応公明展望は乗ろうと思えば乗りましたね。で今この磐越西線っていうのはこの区間運転見合わせの関係で今ね来てないんですよ。来てないわけじゃなくて、途中の北方まで、北から片から先はバスということになっております。で、ちょっとね、今回の只見線の動画についてのお断りだけね、一つ先にさせていただこうと思うんですけど、現在列車は西若松駅を出発したところなんですけど、あの列車の混雑がですねあまりにも激しすぎて、車内の様子っていうのは多分映すことできません。現在渡っている川は阿賀野川です。この阿賀野川は全長210キロと日本で10番目に長い川となっております。画面ではちょっと確認できない、もしくは確認づらい、確認しづらいかもしれないんですけど、バンダイ山っていうのが、この表バンダイの部分が山の半分、まあ、5合目、あの5合目ぐらいでしょうね、5合目より上が赤く、5合目より下が緑色、まあ、暗めな色になってるんですよね。すごいそれが綺麗で、上は紅葉してるんですよ。もう多分温度がかなり下がってきてるので、そのさらにその雲がねうっすらかかってるっていうのもさらに幻想的に見えて、その綺麗にその磐梯山の5合目付近ぐらいから全部赤くなってるんですよ。とても綺麗です。会津磐梯、会津坂下と書いて会津磐梯と呼ぶ駅、途中駅ですね。でここで、初めて対向の只見線とすれ違い、いよいよ列車は会津盆地に別れを告げ、県境山岳区間へと、山間部へと入ってまいります。ちょっとずつ勾配上がってるのが分かると思います。さっきまでは平地だったのに勾配が上がってきたということは、いよいよ本当にこの会津盆地を去る、イコール僕にとっては東北を去る時です。でですね、現在って、乗車してからですか、乗車してからで約1時間の経過してはしましたが、あのですね、足最初痛かったんですけど、もう痛くなくなりました。なんかね、座ったからとか何とかだって思っちゃってずっと立ってるんですけど、なんか慣れですね。これが2時間、3時間、4時間経ったらどうなるのでしょうか。こう動きたいということで。また見てる時には編集も終わってるんでしょうけど。すごいですね。わーって。なんかめっちゃバンジージャンプとかできそうな場所。C11 が止まってますね。会津柳津。柳津っていうのが宮城県にありますよね。またここも BRT の駅ですよね。うわわわ、うん、めっちゃいるやん。めっちゃおる。約80人のお客さんを新たに乗せて、列車は会津柳津駅を出発いたします。乗車率が朝の山手線のラッシュ並みになりました。意味がわからない。理解できますね。朝の山手線って他の路線に比べたらちょっと空いてるかなって感じだと思うんですけど、あんな感じです。1両あたりですよ。1両通しで比べたらの話ですからね。
めっちゃ綺麗な橋かかってますね。ずっとその渓谷というかこれの縁を通っていくんですね。カルデラみたいな感じですよね。阿蘇のカルデラのこの豊富本線の感じですかね。混雑率がやばい、えぐい。車内と見ている様子、この景色風景っていうのがあのイコールにならない、ニアイコールというかもう計算間違ってる的な感じですよ。外の展望列車ですね。小里の展望列車や、小里の展望列車とあれなんですね、交換だったんですね。しかも足が出ちゃったんだよね、ひどいね。列車は現在只見川を渡っています。ここが只見線の中で一番の撮影スポット。さらに時期も良かったこともあり、ちょっと紅葉が始まってますね。赤く木がなっているのはご覧いただけるかと思います。この只見線はこの只見川に沿って走っていきます。なので何度も何度もこの川を渡るんですね。逆光がねちょっと強いですが、なんか東京の新宿三丁目みたいですよねこの感じで。これがなんかこの鉄橋が丸の内線で、今これ乗っているのが副都心線で、この一番下があの大江戸線東京の人でも虫歯から分からん情報ぶっ込んできた着いた。ここが、普段であれば30分停車を行う会津川口駅です。多分運転手さんが長時間運転の関係、多分あの休憩が必要になると思うんですよ。でその関係であのここで多分長時間停車するってことになってるんだと思われます。はい、対向列車到着いたしました。対向列車もパンパン乗っております。逆にある意味対向列車の方が乗ってっかもしれませんよ。うわめっちゃ人通りで来る、うわすげえ対向列車の方が多いか、いやでも失礼、トントンぐらいじゃないですか。すごいっすね、双方の列車ともに大量に人が乗ってます。黒字ですよ黒字。はい、ということで先にこっちのね、小出駅の列車の方が先に出発していきます。うわすげえ、ダムが、またダムが来た。もう何回目か分かんない只見川越えですね。ホームは反対側か、あ、こっちにありますね。会津越川って読むんですかね、多分会津越川ですね、すみません越川って読むんですけど、この駅、この途中の今か後で会津川口からとの途中の只見の間っていうのは1両編成分しか扉というかホームの長がないんですよ、まあ、こちら見ていただいても分かる通り。なのでこの2号車っていうのはドアカットっていうか車両カットっていうのがされております。でその車両カット設定っていうのをやらなきゃいけないので、さっきその扉を閉めさせてくださいっていうことに運転手さんが、まあ、ちょっと困ってらっしゃったっていうことですね。うわすげえ、めっちゃ新しい、めっちゃ綺麗、コンクリートの土台がしっかりしてますのが見えてます。
次渡るのがただび第7鉄橋でしたかね、確かそういう名前だったと思うんですけど、まあだから7本目ってことになるんですかね。まあ実際どうなのかわからないですけど、ですげえ横からなんか滝みたいになってる。お減速なんかそれぞれの川にそれぞれの鉄橋にそれぞれの良さがありますよね。ほら滝わかるかな、これ自然の滝ですよ、ダムとかじゃない。会津若松から約3時間、列車は只見駅に到着いたします。でここまで只見駅まではワンマン運転、そして途中の会津川口からは、ワンマンで車両カットをして、運行だったんですが、なんと次の只見駅からはツーマン、車掌さんが乗ってこられ、さらに、ドアカットも解除され、また2両編成ということになります。車両カットって言ってもその車両に乗れないわけじゃなくて、車両のドアが開かないだけなんで形ですかね。はい、ということで現在只見駅に到着しております。停車しております。もうね疲れてて頭も体もやばいっす。いやすごいっすね、もう車両パンパンですよこの列車。足痛い、足の痛みの方が勝ってるよ。もう正直言ってもう寒さとかなんだとかもうないもん。なんかね駅の外とか出てね、なんか向こうからも写真撮りたかったりとかするんですけど、まあ出発時間とかそれこそなんて言うんですか、出発時間に、あと場所もね、今荷物置いてるだけなんで、そういうこともあるので、もうそろそろ乗らなきゃいけないと思うんで乗って、またね、立ちの旅続けていきたいと思います。あーしんどい。はい、ということで列車は福島県から新潟県へ入ってまいりました。いやもうこの区間ね、川がねうろちょろするんですよ。ほらまた行った、もう川にね振り回されております。ということでね、ずっと木ばっかなんですが、また山をねどんどん下っていきたいと思います。で到着する小出っていうのは魚沼になるので、コシヒカリが有名な場所になりますね。ということでまだね1時間ちょっとぐらいかなあると思うんで、ゆっくりゆっくり山を下っていきましょう。マッハ3ぐらいでね下ってもらっても全然僕はいいんですけどって感じです。5時間のロングランを終えまして小出到着いたしました。あー疲れためちゃめちゃ人がいて、なんか握手会終わりのなんかあの階段みたいになってるんですけど、この後は上越線に乗りまして、移動していきたいと思います。だからあっちの方ですね、移動していきましょう。上越線です。あーすげえな、上越線ですよ次は。それでは、行きましょう。奥の方から見えてまいりました、上越線普通長岡行きの列車です。なんか千葉でよく見えるあいつに似てない、131だっけ。うん、また座れないね、また。はい、ということで到着しました越後川口です。ここまで乗ってきました、普通中岡行きの列車が出発していきます。はい、ということでやってまいりました普通津軽中里行きの列車、こちらの列車に乗って越後湯沢の方を目指したいと思います。はい、越後湯沢到着しました。3分切ってるんですよ、2分。悪夢再び。乗ります。はい、ということで到着いたしました新潟です。でですね、自由席の方がですね混んでおりまして、平日といえばというあれのまあね、僕もう一回今日利用させていただいたんですが、オフィス車両に乗りまして、長岡じゃない、越後湯沢からやってまいりました。
ということでね、この今日はここ新潟が宿宿泊地となります。いや本当にね、今日は8時間経ってましたから、いや本当に辛かったですね。本当に最後の方はタイムスワープみたいなことでなんかもうポン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 飛んでっちゃったと思うんですが、まあ、皆さんもね、参考にしていただけたらいいのかなと思います。只見線もねちょっと時間が経れば着くと思うのでね、乗ってみてはいかがでしょうかということです。今日はね仙台から出発しましてここ新潟までの旅でした。この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。